ドットホラーストーリー、はじめまして、ハンサムクロジです。ドットホラーストーリーというゲームをやってみたいと思います。なんか面白そうだったんで買っちゃいました。結構評判いいみたいです。どういう話か、なんかあんま深くは分かんないですけど、なんか取り立て屋さんの話みたいです。主人公は借金取り、なんか分かんないけど取り立て屋さんみたいですその人がどういう目に遭っていくのか、ちょっとみんなで見てやろうぜ。というわけでニューゲーム、新しくゲームを始めると今までのセーブデータが消されますがよろしいですか。はい、私は魂を売ってしまった。その瞬間から心と体が腐っていった。これはそんな私のお話、そんな私の後悔の言葉。始まった。お、動けますね。今来たばかりだ。まるで決定かな。よし、ジャンプとかできるわけじゃないんだ。とにかく横に歩いてきます。すごい音が鳴るな。失礼します。グッドウィンさんはいらっしゃいますか。人違いだよ。シッシー、ここじゃないみたいだなんか虫がすごい、ホコリかな、虫もいますね。誰かいますか。どちら様でしょう。グッドウィンさん、いや彼女は隣に。ありがとうございます。では音が怖すぎすごく音が怖い。虫がいますね。ここにグッドウィンさんいるのかな。グッドウィンさんを探してるのですが、こちらの住所で会っていますか。違うよ、うせな。違うの。ふーむ、場所は合ってるはずだが。うん、間違ってない。この扉のうちどれかだ。手前じゃない、もしかして。酒粕の匂いがする。このドアじゃない気がする。真ん中？ブルーベリーパイの匂いがする。ここに違いない。なんで？言ったでしょ？彼女は、ここには。失礼ですが、あなたがグッドウィンさんなのは分かっています。お部屋に上がらせてもらってよろしいでしょうか。すみません。どうぞ。あら、おばあさんかな？じゃなかったら失礼。グッドウィンさんかい、あなた。グッドウィンさん、申し上げにくいことなのですが。もうどうにもなりません。もう少しだけ時間をいただけないかしら。あと1週間だけお待ちいただけたら払いますので。すみません。申し訳ありませんが、当物件を差し押さえさせていただきます。うわ、グッドミンさん泣いてるよ。じゃあ私はどこへ？私にはもうここしか。申し訳ありません。すみません。泣いてしまって。でもここにはあまりにも思い出が多くて。心中お察しいたします。ああ、これは失礼しました。お客様にお茶の一杯も出さないなんて。もしよろしければ、コーヒーを。ええ、もちろん、若い人を待たせるわけにはいきませんわ。いや。あんたの家奪おうとしてるぞ、この若い人。コーヒーなんか出してる場合なのか。待ってる間、少し中を見させてもらうか。なんか、もう良くないだん、この人。ロッキングチェアだ。年寄りの定番アイテムだ。おばあさんなんだな、やっぱな。写真があるよ。見えない。今出たくても出れない。
あと見れるとこ。ああ、グッドウィン夫妻の結婚写真だ。今は未亡人だったかな。じゃあ旦那さんが先に亡くなってる。こんなことしちゃまずいな。まずいよ。あ、何？怖い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 。え？何ですか今の。ごめんなさいね。コーヒーを切らしてしまったみたい。他に何かお召し上がりになりますか？いえ、結構です。申し訳ないのですが、月末までに退去していただかないといけません。誠に申し訳ありません。自分を責めるしかないわね。それでは私はこれで失礼させていただきます。お体に気をつけて。あ、お待ちになって。もしかしたら、いえ、何でもないわ。では失礼します。さようなら。さようなら。うわ、泣いてる。かわいそう。少し放っておかないと。まあ、差し押さえたね、今この人。でもなんか、こんなことしちゃいけないみたいな、なんかちょっと罪悪感みたいなのがあるのかな。廊下。じゃ、帰るか、一旦。え、電気は通ってるのに、エレベーターが動かない。ただ、ここから離れたい。あ、何？ドアがバタンって。なんだろう、見に行こう。それはあんまりいい考えとは思えない。いや、でも、行くしかないでしょ。もうおかしいよ、ここ。怖っ。真っ暗やん。このゲームにオートセーブ機能はありません。ゲームの進行を記録するためにはセーブポイントをご利用ください。あ、これ A ってのがセーブできるのかな。黒黒黒黒。鍵がかかってる。鍵がいるよ。うわぁ、ちょっと待って、何？やだ、怖い。何が起きてんの？電源ボタンがあれば落とすんだな。何これ、キッチン。うめちゃくちゃ怖いな。バスルーム。寒いの？バスルームは凍えるって言ってますね。何もない。何かが浴槽に。見てみよう。うっ、冷たい。それ、氷。これは使えそうだ。あ、R1 を押して、押し続けると持ち物。氷がある。今見つけたアイテム選択してください。はい、氷。R1 を離すと選んだアイテムを使えます。あ、なるほど。アイテムを選んでいる状態だと、プライスは、今目の前にあるものにそのアイテムを使おうとします。氷をバスタブに使ってみましょう。ここには戻さない。あたりや物を観察したり探したりしたいときは、持ち物を開いて空いてるアイテムスロットを選んでください。こうか？ではもう一度バスタブを調べてみてください。これ以上氷は必要ない。まあ何回もここに氷を取りに来れるみたい。なんかこういうところで使ってみることができるんだね。びっくりマークが出たところでアイテムを使ってみることができると。わかりました。今の音は何だ？いや、ずっと変な音鳴ってんのよ。でもギャーみたいな感じの音かな、今の。古いオーブン。この奥はいけない。ちょっといいですか、一回。思いのほか怖いですね、このゲーム。こんな怖いと思わなかった、僕。ちょっと心臓がドキドキしてます、ずっと。うー、怖い。怖
これ、この人に？マジかよ。メモがある。自業自得だ。クソくらい。ちょっと、怖いですね。僕、ホラー映画とかは好きなんですけど、ホラーゲームは苦手なんですよね。なんか柱の影になんかあるけど、なんだろうな。よし、とりあえずセーブした。出よう。行けるとこないわ。帰れるかな。帰れないよ。ここでなんかするしかないのか。え？氷はどこで使うんだろう。どっかで氷を使うんだろうな。引き出しがある。体。オーブンに入れて氷を溶かすんだ。あ、鍵ゲット。やった。鍵だ。鍵で開かなかったのは、あ、ここじゃない。あ、いなくなってる。そして鍵がかかってたドアに血がついてる。ちょっと待ってくれ。セーブ。でもここ開けるしかない。鍵開けたよ。怖い。なんだ。また音がした。何の音だ。窓は板で塞がれてる。引き出しがあるな。から。ここにも引き出しが、から。入れますね。慎重に進みましょうか。株式市場、経済、貿易、お金に関係する本が並んでる。引き出しはから。ちょっとこのカーテン怖いです。なんか出ると思って進みます。なんか出るよ。あ、意外と出なかった。ふぅ。なんで引き出しの上に椅子が置いてあるんだろう。なんかある。ホラー小説を見つけた。ちょっと待ってください。戻る方が怖いですね。戻ります。あ、何も起きなかったですね。ふぅ。ここで使う、本棚で使うのかな、ホラー小説。ここじゃない、ホラー小説の置き場所は。一回出ます。どこだろう。あ、ここか。うん、ここに置こう。金融関係の本が飛び出した。よしよし。うっ、ちょっと待ってくれ。急に電気が消えましたね。なんか電気の調子悪いな。ここに本を戻しましょう。はい。お、開く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 。あ、ドアだ。ドアです。血がついてますね。進もう。めっちゃ怖い。行こう。怖い。暗い。暗いです。勘弁して。暗いよ。あー、心臓が辛い。
おお、びっくりした。なんだこれ、どなたですか。プライス、よく来たな。よく来たな。よく来たな。マクデイロ、ブルトン、そしてムーア。延滞してた貧乏ババアを追い出したって。よくやった。第一関門突破だ。ありがたいお言葉です。グッドウィンさんは優しそうな感じだったけど。何を言っておる、何を言っておる、何を言っておる。法は絶対の正義だ。あんたは正しいことをしたんだ。もうすぐ我らの仲間入りだな。仲間、仲間。マクデイド、ブルトン、ムーア、そしてプライス。最高じゃないか。ありがとうございます。大金持ちになる準備はできているか。金だ金、金だ金。は、はい。あと二人だけ片付けてもらわんとな。法の名のもとに物件を押さえろ。法の名のもとに、法の名のもとに。そうしたら仲間に入れてやろう。やります。そうだ、その息だ。さあ行くがいい。会社の上司かなんかですかね。なんでこの差し押さえるべきアパートの中にいるんでしょうか。どっからが妄想で現実かわからない。喜びも悲しみもある。もうすぐ昇進だ。でも人としての心を捨ててまで手に入れるべきものか。ああ、僕はそういうものではないと思います。よし、セーブした。またなんかグロテスクなものが。トマトかな。トマトですよね。どうやってここに。またメモが。みんな気づいてるけど誰も口にしない。なるほど。なに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 。ちょっと物欲、傲慢、傲慢物欲。ちょっとなんか象が来てます。逃げて、恥。やばい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 。追いつかれる、追いつかれる。逃げろ逃げろ逃げろ。え、どうなっちゃうの。なんだ夢か。もう朝か。なんて日だ。グッドウィン夫人に申し訳ないことしたな。コーヒーでも飲んで目を覚まそう。なんだ夢かよ。コーヒー。ふんふん、着替えるのはあと。ここか、キッチンは。うん。あった、コーヒーメーカー。コーヒー用の水が必要だ。このコーヒーポットを使って水を汲もう。はい。え、水ないの？蛇口？水はどこだ？ここで汲むしかないの？コーヒーが飲みたいのに。雨が降ってきた。冗談だろ。クソみたいな朝だな。さすがにトイレの水は救えないか。で、ボルアパートに住んでて、このプライス君はお金稼いで引っ越したいんだよね、きっとね。でもかといってその差し押さえするには心が痛むと。でもしなきゃいけない、お金のために。で、心が痛んでなんか悪い夢見てるみたいな感じかな。とにかくコーヒーが飲みたいので雨水すくいます。
コーヒー作ろうね。コーヒーメーカー。コーヒーを待つ間テレビでも見よう。いや、コーヒーメーカーは買えるんかいってね。結構高いでしょ。テレビってどこ？あ、これか。雷が鳴ってる。リスクを犯すべきじゃないな。どういうこと？あ、もうできた？今の音は。風呂場っぽくない？トイレ。トイレか、ここは。なんもないけど。気のせいか。あ、人！誰ですか？ははは、あなたの言う通りだわ。なんておかしな一日だったことやら。おい、息子じゃないか。見ればわかるわ、あなた。先にコーヒーをいただいたが構わないよな。少し変わった味がするけど。いや、全然いいよ。ご両親ですね、主人公の。あら、大丈夫？顔色悪いわよ。二人は、その、死ななかったの？どういうこと？もちろん死んだ。変なこと言うな。でも、すでにこの世にいないとはいえ、親の言葉を聞いて頭がおかしくなりそう？そんなことはないけど。だからここにいるんだ。親の言うこと聞いて、あとは自分で判断するんだ。なるほど。あなたのことについてあまり喜ばしくないことを耳に挟んだわ。そうだ、私たちはあなたが心配なの。少し欲張りすぎてないか。まだ変われるぞ。いや、ちょっと口調で男性か女性か判断できない。自分がしてきたこと、全てのことに対して胸を張れるとは言えないけど、このボロアパートを見てくれよ。ただ人生で成功したいだけなんだ。わかるぞ。でも他の人を犠牲にしてまでか？考えてみるんだ。お前はもっと立派な人間だろ？わからない。このために頑張ってきたんだ。ノックが、グッドビンさんを探しているのですが、誰かお客さんが来てる。あと雨が赤いです。血の雨でしょうか？こちらの住所で合ってますか？あ、何が起きてるってんだ。両親は消えましたね。あの両親が彼のあれか、両親か、まさに良い心と書いて両親で、ノックしたのは多分自分だよな。グッドウィンさんじゃない、主人公は。あのおばあさん、何が起きてんだ。ちょっと開けるか。あ、寝室？グッドウィンさん、あ、消えた。落ち着け、全部気のせいだ。きっとそうだ。よし、そろそろ着替えないと。着替えましょう。昨日は大変だったけど、このまま続けることにした。グッドウィンさんのことが気にならないと言ったら嘘だけど、とにかく次はテイラーさんだった。森の中で隠居してる人。借金はないけど、死は彼の住居を収容したがっていた。高速を作ったからね。高速道路かな。家を差し押さえるため、彼の元へ向かった。高速道路を作るために、家を差し押さえたいのかな。立ち入り禁止、キノコ。ここら辺のはずだけど。ふぅ、セーブポイント発見。よし、セーブした。今日はちょっとここまでにしましょうか。どうせこの先めちゃくちゃ恐ろしいこと起こるんだろうな、この家ね。ああ、あそこだ。この家に入ったら恐ろしいこと起こりますから。心臓持たないんで、ここまでにしておきましょう。よし。というわけで、変なゲームです。変なゲームというか、
不思議な怖いゲームです。また続きやってきますので、よかったらまた見てください。以上、ハンサムクロジでした。バイバイ。